今日は県内の各地で最高気温が25度を超える夏日となりました。福岡空港では27度を超えています。午前11時過ぎ、久留米では陽炎のような現象も見られました。暑いですね、すごく。半袖でもいいぐらい。福岡市は今年2回目の夏日。午後0時半過ぎに25度を超え、最高 26.0 度まで上がりました。子どもたちは汗びっしょりです。何して遊んだと？滑り台。マスクどうすか？マスク暑いですね。暑いですかね、マスク。息が気象取れるね。そう、気象取れる。福岡空港で27度を超えたほか、太宰府で 26.9 度、添田で 26.1 度などとなっています。14の観測地点のうち8つで夏日を記録しています。最高気温 22.9 度の佐賀県唐津市です。見ごろを迎えているこちらの菜の花畑、実は上空から見るとアマビエの姿をした迷路になっているんです。そう、実は通路が迷路になった菜の花畑なんです。こんな風になっています。すごく綺麗に咲いてますけど、なかなかちょっと狭い道です。あ、これどっちだ、どっちだろう。ちょっとアマビエの形が多分難しくさせてますね。春休み中でしょうか、子どもたちも楽しそうに菜の花迷路に挑んでいました。イエーイ、やっとゴール。波長ってめっちゃ怖くて難かったです。暑かったです。汗かいた。危ない危ない、ね、春休みなんで子供がね、お外で遊べた方がいいな。コロナ対策じゃないですけど、願掛けみたいなことをしてですね、作ってます。花粉がつきますので、サラサラした服で来られた方がいいかなと思います。